はいどうも、小林隆史家でございます。小林隆史家についていく人々というファンクラブやっております。えー、その中でズームで毎週ミーティングをやってますんで、その中から切り抜きです。ファンクラブの入会いつでもお待ちしております。それではどうぞ。この間さ、三島由紀夫 vs 東大全京都っていうの見たんだけどさ、なんだろう。まあ歴史的な資料としても、なんか討論、討論会みたいなことやってるんですけど、どうしてもまあ面白いんだけど、ちょっと 難しすぎてね、そのみんなが言ってる言葉、ばが <laughs>。どこまで理解できてか分かんないみたいなやっぱりあるんですけど、ただ、なんだろう。まあ、すごい単純な構図で言えばさ、三島由紀夫っていう人は、もう本当に、どっちかと,いうともう、こう、再右翼、右翼のず右の、ずっと右の方。で、東大全教徒ってはもう完全に左の人たちの集まってるところに、右の人が一人で乗り込んでいって、討論をするみたいな、そういう構図なんですけど。 そうなんだよね。だから、その、見ててちょっと思ったのは、やっぱりその、極論、なん、かもしれないけど、右翼も左翼も、やっぱり、その、行くところまで行くと、やっぱり理想主義なんですよね。理想主義というか、まあ、左っていうのはまあ、まあ、言ったら共産主義になっていくわけだ。その、暴力革命まで OK って考える、その、共産主義になっていくし、で、右は右でね、その、なんで、行き過ぎれば、 やっぱりこれも、まあ、理想主義というか原理主義になってきますね。その共産主義の原理だったり右翼の原理というのもあって。 これ以外を許さないってなっていくっていうところがまあ,あるわけじゃない。それでもあの動画を見ると、やっぱり三島由紀夫の方が大人にやっぱり見えましたけどね、その学生の人たちが噛みついてくるのに対して大人として話し合いをしようとしているように見えるし、その辺は懐の広さというか、あの人間を見る目というかそういう感覚があるんだなと思ったんだけど、ただその右とか左とかいうことに関して言うと、右はその まあ過去の伝統だとかね、今までの歴史だとかの上に立っているっていうのの原理があり、まあ、左にはその共産主義みたいな原理があってで、理想主義とか原理主義っていうのはちょっと困るなと思うのは、その要するにべき論なんですよね、べき論っていうのはそのこうあるべき、こうあるべきっていう、そういうべき論にどうしてもなるなっていくということなんで。 やっぱり戦うことを前提とするんですよね、べきってな,るなった時に、うんそに、自分はこういきますっていうのは別にそれで終了なんですけどね、それでいいんだけど、他の人たちも全員がこうするべきであるっていうのはべき論ですから、そうなると、まあ、戦いになってしまうと。で難しいのは それが原理主義とか極端なところまでいくと、なんかね、逆に考えない人になってくるっていう可能性があるような気がするんだよね。要するに、これが正しいんだから、後のことは別に必要ないって考えるっていうのは、これ以外のことを考えないってことじゃない。これ以外のことを考えないってことは、考えない人になるってことでもあるじゃない。だからそこが難しくって。 一つのポジションだけしか、だけからしか物を見なくなると、人って結局は考えないでいいってなるってことだと思うんですよね。だから僕は中道でありたい、真ん中ね、中道でありたいと思うのは、結局その、もっと大切なことがあるんじゃないかとか、もっと大切なことは自分にとってね、それは何なのかってについては、考えのやめないっていうことが多分大事なんじゃないかっていうふうに僕自身は思うんですよね。なんか、これが結論、これがべき。だから、 他の人も全員そうするものがよしでそれ以外は認めないみたいなことになってしまった時に人はもうこれ以上考えませんって宣言をしたように見えてしまうっていうのがあるからねだからなんとかその考え続けたいというね気がしますけどねもちろん歴史的なこともあったりさその思想の流れとかもあるんであの時代によってまたいろんなまあその時々で変わるもんだと思うし考え方もねそれは皆さんの人生の 段階においいいてても変わっていくじゃないですかこう今はこれが大切だと考えるっていうさものってそのじ20代の時の自分と今の自分って全然違うと思うしだからそうやって変わっていくものだから短い人生でも変わっていくものなんだから逆にその変わらないものがあるはずだべきだっていうのはちょっと難しいんじゃないかなって議論をね見てるとたまにね思いますね議論することに意味がないと思うわけじゃなくてそれより以上に 考え続けることに意味があるんじゃないかって思っておきたいというのが僕、中道の僕の意見ですね。うん、っていうのを、その、うん、三島由紀夫 VS 東大全教堂を見て思いました。うん、はい、というわけで、チャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あ、あと投げ銭したくなったら、概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆鹿でした。 さて <laughs> 違う話ちょっと違う話に、まあ、見たものの話ではあるんだけどちょっと違うんだけど「僕らの時代」っていう番組があるんですけどもで3人で対談するみたいな、ね、やつですけどそれで松本人志さんと泉谷茂さんとさだまさしさんっていう3人が喋ってる会があってそれを見たんですけどその中でちょっと僕は印象のことを話をするんですけど なんかね、泉谷さんの孫の話をしてて、で、お孫さんも,もう結構思春期にもなっているお孫さんが、その親がね、もう小さい頃あんなに可愛かったのに、最近そのぼーっとして親が話しかけても全然話し返してくれなくなって、なんたら、なんか全然可愛くないわねっていうことをね <laughs> 食卓で言い出したんだって、で、確かにその子がぼーっとしてて、なん親に何か言われても全然答えないみたいな。 状態だだったらしいんだけどでそれに対して泉谷さんが怒ったらしいんだけど <laughs> いやバカ野郎ぼーっとしてたってこの年代のね若い子の頭の中っていうのはもうなんかいろんなことがもうぐちゃぐちゃに嵐のように駆け巡ってるんかもしれないじゃないかこっちから見て前のね無邪気だったその頃が可愛くて今は可愛くないみたいな見方は大人の その都合のいい価値観の押しつけなんじゃないのかということをこったんだって。で、若い頃って、もうそんなね、周りのことなんかよりも頭の中でいろいろ巡っていることにいっぱいいっぱいで、なんかこう来ても、そんなのいちいち取り合ってらんないみたいな時期があるだろうと、そうなんじゃないのって子どまに、まあ、まあお孫さんに聞いたんだって、そしたら、うんって言ってて、<laughs> お前なんか頭、いろんなもの駆け巡ってんだろうつっ,ったら、うんって言っててっていう話をなんかしていて、ああ、でも、そういう思春期ってそういう時期、確かに。 どうだろう14歳とか15歳の頃とかさそのぐらいの時って確かにあったよなっていうね親がもちろん面倒くさいとか単純なそういうさ反抗期みたいなのもあるけどもそれだけじゃなくてなんか自分で頭で考えなきゃいけないんじゃないかと思ってることにいっぱいいっぱい,い,っ,ぱい,いっていうのは確かにありますよねそれ,それがまあその自我が生まれてくる頃だからさ、まあ、当然あるんだけどでそんな話をしてたらま 松本さんは今度まっちゃんの娘さんの話してて。で、なんかね、こんなことがあったって、バレエの発表会、バレエあってて、バレエの発表会があるっていうんで、で、家でね、そのその話をしたんだって、娘さんが。そしたら、なんか、その、裏方さんとかのことを、なんか、下に見たようなことを言ったんだって、私がこうだからっていうことでの、裏方なんかみたいなこと言ったのかな詳しくは分かんないけど。そしたら、それについて、その、お嫁さんのかね、 その娘を叱ったんだってその裏方の人たちの支えであなたはステージに立てるんだからそんな風に言ったらダメだっていうことを怒った。で,で奥さんがお風呂に入ってしまったのでまっちゃんが <laughs> 娘を呼んで「あいいか <laughs> あの裏方をなめてないとトップには立てないぞ」っていう <laughs> そういう <laughs>。 ことを言ったらしいのねで、まま、松本さんはもちろん若い頃そうしてたんだと思うしで若い頃から裏方さんのおかげですみたいに気使ってたら上に行けないというふうな考え方というか、まあ、自分がそうしてたんでしょうっていうことを言ったらしいのだから多分娘もあっちからこっちからでわーってなったと思うんだけどみたいな話をねしていたのでまあでもその混乱はしたと思うけど なんかいくつも価値観があるんだよっていうのを知るのはさ結構大事かなと思いますよね。そう聞いてると別にその親のこっちが言った意見が全て正しいみたいなことはもちろんなくて家の中であ全然違う意見があるんだっていう考え方生き方があるんだっていうのを知るのはねあのいい経験なのかなって聞いてて思ったんだよね。であとは本人がどういうそのあれを選ぶかじゃない生き方とかさ考え方選ぶかみたいなだからさっきの、うん、あの 泉谷さんの話もそうだけど結局押し付けは良くないなってことなんですけどこの,こ,この価値観みたいな押し付けのは良くないなって話でで,でそう思うのはですね僕が弟の話でちょっと後悔したことが一つあって、えー、僕の弟5つ下なんですけどもその弟があの一時期あの働いてたところ知らない間に辞めちゃっていてでどうするんだってみんなで問い詰めたらあの で歌手になるっていうのまあえそうなのってってでどうやって歌手になるのって言ったらアメリカに行くって言って,言,って言い出したのアメリカに行ってそして歌手になるってう <laughs> すごいなんかドリームな話をした時になんか結局家族総出で反対しちゃったんだよねそのもっと日本でできることあるんじゃないのとかえっと なんかボイストレーニングでもんだけどなんかやったのとか何かやってみてから考えない,ないよみたいなこととかを言って引き止めちゃったっていうことがあって今となってはね結構後悔してるんですよそれ別にそのアメリカ行って何があるかなんか知らないし本人だっても,もちろん分かってないし実際行ったら何もないかもしれないし分かんないじゃんだけど行,か行くのを止めることなかったなっていうふうにね今ちょっと <laughs> 思うんですよ行ってなんかあ違うなと思うのか あのすごい幸運をつかむのかなんて本人の問題だからさ別にこっちでさどうこうできることじゃないし何もわかんないこっちの方が知らないことじゃんだってお俺らの方がアメリカにもあんま行ったこともないのに <laughs> アメリカに何があるかなんか知らないくせにいやアメリカより日本で行って変だよなっていうのをあの後ですごい後悔したんですよね行かせてやればよかったんじゃないのって別に自分の金で行くなら好きにやらせればよかったのになんかこれって何ていうのそういう なんていうのかな周りの人ってついそういうさ何て足引っ張りをしちゃうんだなっていうね自分が好き勝手やってるくせに人の足引っ張るのよくないよなっていうのをすごいその時後悔したんで今回のね僕らの時代の話を聞いていろいろ聞いた結果ねそのことを思い出してねだからそのやりたいということがあるならみんなね <laughs> 好きにやってそっから後悔ならな何なりを自分ですればいいことなんだから後悔しないようにこっちに来いっていうのはやっぱよくないなっていうのをねあの 肝に銘じようと思いましたっていうねそういうお話なんですけどねえー、なんかペラ,ペラ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 喋ってるうちにね結構すごい時間が経ってるっていうねあと7分ですけど <laughs>、えー、結構メモっていっぱいメモるようになったらそ題材がいっぱいになってて結構パンパンなのよ <laughs> どれどこまで喋れるかな今日もう一本ぐらいはしゃべれると思うんだけどえっ、ー、とそんなねあれで コメディの極意は舐めていることかもしれないっていう話をしますね <laughs> な。なんでこういうことを言うかっていうと僕が若い頃にいた劇団にいる時に自分が結構舐めてるなと思ってたからなんですけどあの劇,劇団でお芝居してること自体をね。そのでなんでそうだったのかわからないですけどまあかしこまって「はいはい!」みたいな,なんていうの体育会系の 下級生みたいなことになってしまうとできないこととかあの出ない良さっていうのはやっぱりあるなっていうふうにちょっと思っていて特にコメディーみたいなもので人を笑わせるみたいなのってやっぱりどっか人食っていうようなとこがないとあのなかなか難しいっていうのはなんか実感としてあるんですよね。なめてる良さっていうのはね確実にあるんじゃないか。で単純にそのなめてるっていうのはさっき 緊張してないとか飲まれていないっていうことにまあつながってるんですけどなんかやっぱり空気に飲まれた先輩の感じに飲まれたりその集団での自分の立ち位置みたいなものに飲まれてしまうとあのできることどんどん減っちゃうというかね思い切ったことで,できなくなっていくみたいなことやっぱあるんで逆にこっちが飲んでやろうっていうようなねそういう気概って結構若い頃特に大事なんじゃないかなと思って。 飲んでやろうとかいうのがそのまま舐めてるっていうところなんだと思うんだけどで例えばそれはもしかしたら客のことや演出のことや設定とかお芝居そのものみたいなことを舐めてるということで笑い飛ばすことができるっていうのは絶対あるような気がやっぱりちょっとするんですねでシャマラン監督の映画が好きなんですけどシャマラン映画も舐めてるなって思ってすごい好きな部分が結構あるんですねなんか みんなが真剣にこう物語をこうやって見てるその状況をちょっとバカにしてるようなそういう感じっていうのを感じるときにすごいワクワクするんですけど僕はシャーマー映画でちょっと別の美術の話で言うとマルセル・デュシャンの泉っていうの知ってますかあのデュシャンっていうね芸術家がえっとですね男性用の小便器を陶器のね小,小便器をこうやって取り外して寝かせておいて で、ここに泉っていうタイトルをつけて美術展に並べたんですよ。まあ、現代美術的なことなんですけど。で、それはもちろんその時は当時もいろいろな批判があったんだと思うんですけど、これは何が芸術なんだとかね、そこら辺にあるその小便器じゃないかっていうのもあったんだけど、でも、そのまあ、それに ついいいいいて、まあ、例えばその難しいことと言う人ももちろんいっぱいいたとでもそれについて難しいこと言ってることもすごいバカバカしいことではあるじゃないですか。でも小便器だから。<laughs> 小便器、いや、これは日常の視点をこう切り取ってうんぬんとかみたいなその美術論を語る人も出てくるわけじゃないそれってもしかしたら痛快だったんじゃないかって気もするわけよ。そのデュシャンがどういうつもりでそれを泉って名付けて置いたかわかんないですよ。だけど みんながこぞって人気になってさ小便器をーすげーあれかーって見に来てるってバカみたいじゃん <laughs> そういうさ痛快さも一方には絶対あったんじゃないかって僕は思うんですよねだったりあとキャンベル・スープとかのウォーホルとかもそうだと思うんですけどああいう別になんて言うのかな 絵ですらない <laughs> みたいなものをさ、現代アートとしてその展示したときにあの、ちょっと人を食ったようなアートみたいな感じになるっていうこと自体も、ちょっとそういう面白みがあるんじゃないのかなと思ったりするんですね。なめてんなって,っていう言い方するのがあってよくわかんないけどね。で、あとはその、なんだろうな、さっきのシャマナ映画のことで言うと、えっと、アンブレイカブルって映画があって、お,おじさんが俺はスーパーヒーローなんじゃないかって気づく映画なんだけど、 その気づいたと瞬間にさ、あ,あれそういえば俺、一回も風邪ひいたことないし、とか,なんか思い始めるわけ。<laughs> そういうのがちょっとバカみたいだったりするわけ <laughs> <laughs> なんか、だから俺もしかしたらスーパーヒーローなのかもしれないって思い始めるっていうね、こととかが結構なんか人を食ってて面白い。<laughs> なんかそのスーパーヒーロー映画って言ってさ、なんか敵をバーンって倒して、それで頭から俺はヒーローみたいなことじゃなくてね。で、普通のおじさんが、 あれ俺風邪ひいたことないぞ <laughs> とか言って言ってる。<laughs> まあそ,それだけじゃないんだよ。もちろんすごい力があったりするっていうことなんだけど、でももしかしたらって気づいたその瞬間のバカバカしさっていうのが笑えたりするっていうね。なんだろうやっぱそう規制概念を笑うみたいなことがさ、例えば常識を笑うみたいなこと、さっきのディシャンもそうですよね。みたいなことをやるのって結構そういう喜劇としてなんか王道なんじゃないかってね。当たり前じゃないことを。 当たり前だと思ってしまっている人、人たちをハッとさせる部分っていうのが、そういうコメディー、喜劇だったり、その美術だったりにはあるんだろうな、それトリックスターっていう言い方したりしますね、その同型みたいな視点、だから王様は裸だっていう,いう子どもの状態というかねあの、そういう権力とか権威とか、これが常識と思っている人に対して、こう、位置を放つみたいなこと、うん、そういうもの、なめた立場。 の人っていうのはやっぱ笑いに喜劇にはやっぱ大事なんじゃないかなと思って、えー、改めて舐めて人を食ったような感じで <laughs>、あのー、みんなのことも舐めながらファンクラブで <laughs> やっていきたい <laughs> ファンの皆様のおかげですってなりすぎても違うんじゃないかと思って。 なめてよと思って、うん、みんなのことをペロペロなめてよと思ってますっていう、そういうお話でございます。<laughs> <laughs> はい。